どうも、あきです。プロスペースやっていきましょう。はい、というわけでまたまたやってきました称号チャレンジ、今回もやっていきたいと思います。今回はリーグオーダーに入っている3選手に称号をつけていきたいなと思っています。まず1人目がこちらのマイコラス選手ですね。はい、すでに星3の称号がついていますが、まあ星4の称号も追加されたということで、ぜひともそちらを狙ってチャレンジしていきたいなと思います。まあこのマイコラス投手がジャイアンツ退団してメジャーに行くんじゃないかという噂もありますので、まあその前にしっかりといい称号をね、またつけておきたいなというところでございます。はい、そして続いて2人目がこちら、はい、中日の岩瀬選手ですね。こちらもすでに星3の称号がついていますが、まあ星4の称号を狙っていきたいのと、あとは抑え投手なので、まあ同じ星4の称号の中でもスタミナが上がらないやつの方が、まあ実質的な効果は大きいのかなと思っております。はい、そしてラスト3人目がこちら、ずっと称号をつけたいと言っておりました広島ジャクソン選手でございます。このジャクソン選手がですね、まあまた後で詳しくお話ししようと思うんですが、9位が78で9位が2個上がってくれれば9位 A になるんですよね。そうなってくるとですね、コンボ的にかなり余裕ができまして、リーグオーダーまた幅広く編成していくことができますので、今回ここにはしっかりとサポートアイテムを使ってあげて、もう本当にまあ星3星4の9位が2個以上上がる称号を確実に狙っていきたいなと思います。はい、というわけでまずはマイコラス選手からいきましょう。まあサポートアイテムも数が限られているので、こういうなんでしょうね、コンボに関わってくるものであったり、あとは OB とかの限定選手に基本は使っていこうと思っているので、まあここはなしでいきましょう。ただなしでも 10% は星4の可能性があります。さあ行きましょう、お願いします。まあすでに、精密機械かな、なんだったっけ、星3のコントロール3つ上がるやつなんで、なかなか悪くない称号なんですけどね。さあ来い、おー全力投球。そうですね、もともと精密機械っていう請求プラス3のものだったので、まあこれのままでいいかなと思います。 OK、 はい、まあということで、あのシルエット化されるとですね、あの称号がつけられなくなるので、確か外すことはできるんですよね。はい、基本的に称号がつけられなくなるので、まあシルエット化もしかしたら予想されるかもという選手は、早いうちにねいい称号をつけておく方がいいんじゃないかなと思います。はい、まあというところでございます。まあマイコラス投手、精密機械でも全然いいかなという感じです。いや残ってほしいな、ちょっとジャイアンツの純正作ろうかなとも思っているので、まあシルエット化されても引き続き少しはリーグオーダーで使いたいっていうところと、まあそのジャイアンツの純正っていうので言うとシルエットミキサーにはかけないかなと、まあ現状では思っております。はい、次岩瀬投手いきましょう。この岩瀬投手は TS の時のですね、ただ TS の時がもうスピリッツ的にまあ100落ちてきてて、多分僕ベストナインタイトルホルダーが年末に来て2700のスピリッツ出るんじゃないかなと思っているので、まあそろそろスピリッツ的に厳しくなってきたと。ただ中日枠っていうのがいいんですよね。もちろん能力も素晴らしくて、まああと中日枠っていうところで使いやすい選手ではございます。ただ先日 OB の和田さんが引けたので、まあこっからですね、もうちょっと和田さんの限界突破ができたりすると、そっちに変わるかなとも思っております。和田さんもミートとパワー2個差なんで同値まで狙えるんだよな。まあ、今回結構ミスターが注目されがちですが、中日枠っていうところで言うと、もう和田さんもそれに匹敵するかそれ以上の強さあるなと思っております。さあ行きましょう、ということでここもサポートアイテムはなしで星4 10% 引け。まあ星3でも9とスタミナしか上がらないやつだとそっちの方がいいかな。さあ、まあ喧嘩投法、これはぜひともあれですね、東尾さんにつけたいやつですね。はい、ではラスト広島ジャクソン選手の称号チャレンジをやっていきたいんですが、その前にこちらのリーグオーダーをご覧ください。今僕のリーグオーダーには9位が A を超えている投手を8人入れているんですが、まあこれが8人超えてくるとですね、超剛腕投手陣という星3のコンボが発動するようになります。はい、こちらですね、これが星3のコンボなので、まあぜひできるのであれば入れてあげたいんですが、まあ逆に言うとですね、もう一人でも9位 A 超えてる選手をのけてしまうとこのコンボが発動しなくなるので、例えばですね、今、2017シリーズ1のサファテ選手を使っているんですが、ここをそろそろシリーズ2の選手に変えてあげたいと。で一番今変えてあげたいのは、もう最近ですねめちゃめちゃ引いているこちらの広島の岡田選手に変えてあげたいんですよね。 A ランク6枚引けましたので、まあもうすぐ極み、そして称号までつけられます。ただ残念ながら岡田投手は称号をつけても9位は A にはならないので、ちょっとですね今の状況だとこうチェンジすると、まあスピリッツ的には100上がるんですが、
まあコンボ的に星さんのものがなくなるということでちょっと辛いと。ということで今はですね、まあ将来的には2017シリーズ2、まあ OB で引きました江川さんが限界突破4回までもうそろそろできるので、まあこのジャクソン選手の9位が A にならなければ江川さんを、そして9位が A になれば広島の岡田投手をこのベンチ枠に入れられるというところなんですよね。はい。でこのベンチ枠なんですが、まあ僕いろいろ最近リーグの結果をしっかり確認していてですね、本当にたまにではあるんですが、まあ中継ぎ、まあ延長とかいった場合に中継ぎとかで出ているので、まあできれば中継ぎ適性がある選手の方がいいと。まあ江川さん入れてもまあ、うん、中継ぎ適性もないので、まあ能力的にはもちろん強い選手ではあるんですが、ここは広島岡田選手の方がまあスピリッツ的にも限界突破が1回進んでいるし、機能的にもいいかなというところで、ぜひともこのジャクソンの球威を A に持っていきたいというのが今回の一番の見どころでございます。はい。よっしゃ。いや本当にですね、まあずっと見てくださっている方はご存知の通り、もう2、3ヶ月ぐらいジャクソンの A ランクをずっと狙っていたので、広島のね、A ランク確定とかで今回ねついにそれがチャレンジできるというところでございます。はい。で星さんと星4の称号を確認しておきますと、なんと星4の場合ミスターコントロールという称号以外は全て9位が2個以上上がるということで、星4引ければ1、2、3、4、5分の4の確率で9位が A になると。で星3だと1、2、3、4、5、6、6個ある称号のうち3つは、なるほど、9位が A になるだけ上がってくれるということで、確率的には9位が A になる方が結構高いですね。はい。ということで、いやーこれは行きたいですね。これはぜひともやっていきたい。よし、今バレンティンなんかも称号めちゃめちゃつけれるんですけど、あれは新シリーズね引けた時に一気にね狙いましょう。はい、というわけでジャクソン行きましょう。よし、久々にサポートアイテムがっつり使うぞ。まあ1回で5個使うんで、これで4人しか今ね使えないというところ。オッケーオッケー。さあ行きましょう。まあまたミスターとかもね、ちょっとこういうサポートアイテムうまく使って同値に持っていければいいなというところですね。はい。よし、運命の瞬間です。これ結構ね今後のというか、まあ結構近々の僕のリーグオーダーにおいては左右してくるものになります。行きましょう。頼む、星3星4、どっちでもいいけど、さあもう一丁くる。うなる5はいけたんじゃないか。よっしゃ、オッケー、ナイス。9位3つ上がりですね。オッケー。はい、というわけでまあこれでですね、現状の僕のリーグオーダーで9位 A 超えてる選手が9人になりましたので、1人のけられるというところですね。はい、オッケー。いやー本当にですね、この星3以上のコンボっていうのは本当にできるだけどんどん入れていきたいので、まあここはまあ引き続き継続できて本当に良かったなというところでございます。まあ野手の方ではミートが A 超えてる選手、パワーが A 超えてる選手をそれぞれ8人ずつ入れられているので、まあ将来的にはですね、投手の方でもまあスタミナはさすがに中継ぎも入れるので厳しいと思うんですが、まあ9位とコントロールがそれぞれ A 超えてる選手を8人以上なんていうのができればかっこいいなと思うんですが、まあ野手は13人で投手は11人なので、ちょっとそこは厳しいのかななんて思っているんですが、まあまあまあやっぱ夢のある話をねやっていきたいんで、そんなのも今後狙っております。はい。まあというわけでリーグオーダー1回詳しくご紹介してからそんなには変わってないんですが、まあまたちょっと変わるのがこのサファテ投手が、まあ、最近引きまくっていた、カープの岡田選手に変わりますと。はい。もう A ランクも育てているので本当にまあ特訓さえやってあげれば大丈夫なんですけど、ちょっと今 A ランクが足らないのでまたガチャをやりましょう。もうちょっとですね。はい。もうちょっとで、あ、もう称号か、これは称号用か、だから極みにはもうできるんで、まあすぐ変えられるかなと。スピリッツ100上がりっていうのは結構大きいかなと思います。まあベンチワーク、さっきも言ったようにたまには出てるんですけど、本当にたまにしか、もうマジで延長とかに行ったたまにしか出てないんで、ここは能力よりはスピリッツ優先でね置いてあげる方がいい場所なのかなと思っているというところでございます。はい。まあというわけで逆に江川さんいやー、大暴走した回あるじゃないですか。なんかイベントが終わってから来るガチャで50連も引いてしまった、あの大暴走したガチャがこれ何の意味もなくなったんですけど、まあでもですね、本当にまあちょっととある方にですね触発されて、純正っていうのはいいなというのもありましたので、ちょっとジャイアンツの純正ね今後はゆっくり狙っていければいいななんて思っているので、まあそういったところでもね江川さん良かったかなと思います。
というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで昔から見てくれてるみんな、やったぜ、ついにジャクソンの9位が A 超えたぜ。まあ継承するか悩んだんですけど、こっちのシリーズの方が1、9位が落ちたんでね、無事これでね全てうまくいってよかったなと思います。はい、というわけでジャクソンおめでとうという方、ぜひ高評価教えてください。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。